池の浦駅は、三重県鳥羽市県人町朝宮の前にある、近畿日本鉄道鳥羽線の駅である。駅番号は、M77。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅。傾斜面に位置する。友人時代には、開業時からの駅舎が設けられていたが、無人化後に撤去され、ホーム飛ばよりにつながる階段を登って、直接ホームに入る。ホーム有効長は6両。 2009年に、鳥羽市立鳥羽小学校が当駅の駅前に移転したことに伴い、名古屋方面への階段下側に、鳥羽小学校へとつながる連絡通路が作られた。鳥羽駅管理の無人見駅。ワンマン運転の普通列車では、ドアカットによる校舎自習札が実施され、乗車位置も一箇所に限定されている。自動券売機や自動改札機は導入されておらず、 乗車駅証明書発行機が設置されており、ピタパーイコカは専用の簡易改札機による対応となっている。快速急行、急行停車駅であるが、日中は毎時2本の普通列車しか停車しない。2020年3月14日、現在、鳥羽駅への快速急行、急行は平日6本と、土休日5本。名古屋方面への急行は平日3本と、 休日2本。大阪方面への休校は、平日、と休日とも1本が運転されている。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。池の浦駅の利用状況の変遷を可表に示す。ありがとうございます。